今日は皆さんににヨーロッパの消滅危機言語についいいて紹介したいと思います私にとって世界各地で心配されている消滅する危機にある言語というのはとても深刻な問題だと感じています。なぜそれが深刻なのかヨーロッパ人としてヨーロッパの消滅危機言語に 話したいいと思いますまずは皆さんはの旗か知っていますスペインの北東にあるバスク地方とアイルランドとイギリスの間にあるマントウの旗ですこの地方で話されている言葉は若者にあまり受け継がれていないと言われていましたが最近バスク地方がその言語を保存しているそうです また、マントウ語も2015年から母語としてマントウの子供に教え始められ、死後から復活しました。現在、23人が母語として話せ、そして約2000人が第二言語として話せるようです。あのバスク語もマントウ語もヨーロッパの約640の消滅危機言語の一つなのですが、 人々の努力によって復活している言語だと言えますしかし本日はマントー語でもバスク語でもなく次の2つの言語について話したいと思いますそれがアイルランド語とベラルーシ語についてです私の意見ではこの言語の保存が大変重要なことですのでこの言葉の歴史について発表したいと思いますでも バスク語やマントー語より重要だと思う理由はこの二つの言語は国の公用語であるため昔話や昔昔話や記録文章がたくさんあって文化が豊かだと考えられるからですそしてアイルランド語の場合は1649年のクロムウェルの侵略によって消滅の危機が始まりました チャールズ一世の命令に従って、既成教徒のイングランドはいくつかの教会や学校を建てられ、アイルランド人に英語学習を強制しました。その前はアイルランド人はほとんどカトリック教徒、あるいは民間信仰者でしたので、英語を知る必要はあまりありませんでした。イギリスの政府の抑制は、あの 1919年のアイルランドの独立戦争まで続きました。母国語復活の方針が法律で規定され、あのアイルランド語の使用を進める宣材が投稿されたことによって、どんどんもっとアイルランド人が母国語であるアイルランド語を話せるようになりました。次はベラルーシ語の場合です。この場合はもっと複雑で ベラルーシでは人口の人口の半分の人しかベラルーシ語を話せないようですそして若者はロシア語だけで話すようです不思議ですよねあのロシアとの言語学的そして地理的な近さのせいでベラルーシの若者はロシア語で作られたメディアを楽しみテレビの人がベラルーシ語を話さないのなら私も話さないと 考えているそうです残念ながらベラルーシは現在独裁政権でルカシェンコ大統領の独裁さは旧ソビエット連邦の時代からの与党ですそう考えると今後ベラルーシをベラルーシ語を保存する対策が組まれる可能性はないでしょうところでこのような現象は ベラルーシのロシア語だけのことではなく多くの欧州諸国にも見られます例えばフランスやドイツにもハリウッドのせいで英語が話せる若者が増えたがその母国語が共通語で残るとも言えるでしょういずれにしてもベラルーシ語の場合は強制でもなく任意の消滅危機だと思います おあの大陸ヨーロッパから来た親から母国語を教わらなかった私は世界中の政府があの若者に母語や方言を大切,ない大切にさせないといけないと思いますでもなぜ言語がこんなに大事なものでしょうか私は言葉というのは歴史や文化を伝えられるものだと思いますから 言葉がなくては人々は歴史を残せないものです。そして言葉がなくなるとその数百年の歴史も物語も同時になくなるとも言えるでしょう。このようにバスク語やマントー語が少数言語である点と異なりあのベラルーシ語とアイルランド語の消滅危機にはその国全体のアイデンティティや文化が 滅びる可能性もあるという意味があるのですもちろん日本にも琉球や伊豆諸島の方言とアイヌ語も消滅危機言語だと指定されています私は全ての言語が大切で保存すべきものだ,だと思いますけどヨーロッパの一部ではある国の母国語が消滅危機である という独特な状況をこの発表でお伝えしました以上ですご清聴ありがとうございました